こんばんは。2019年9月の8日、0時59分です。どうも。Me too.俺も。寝れなかったの？大丈夫？あ、音聞こえる？あ。これくらいの音量で大丈夫？みんな。どう？これくらいでいい？大丈夫？風呂入ったわ。大丈夫？ああ、お菓子あんまり好きじゃないね。甘いものは好きだけど。メアリーはどっち？あんまり食べないね。ご飯が好きかな。お腹空くよ。お腹すくすく。ご飯いっぱい食べるからじゃん。
ああ、いいよ、気にしないで。バカありがとう。飽きるか飽きないかで言ったら飽きるよ俺。ただ自分が言ったことは守りたいんだよね。自分がだらしない性格なの分かってるから、一個のことに集中して自分が掲げたものを裏切りたくない。叶うまでやりたい。我がありがとう。あ、ブロックした、ブロックした。はい、わざつ。
いやいや、俺趣味なんか一つもないよ。趣味は一つもない。持って一緒にしないでよ。趣味でやってないから。売るよ。ネコマに聞いて。ネコマに見える？ネコマに見える？答えろよ。ブロックな。
ん？何が？何がいいの？好き？ハクサさん落ち着いてるよ。
ていうか神様っていうのはお願い事しちゃいけないんだよ。ね、そもそも神様にお願い事をしたらダメだよ。うん、だって神様が願い叶えてくれたら命の命令聞いたことになるでしょ。お願いしちゃったんだ。救済とは違うんですか。ちょっと待ってね、答え出すから。救済か。お願い事してもいいや。やっぱり変える。お願い事していいよ、ジャンメグ。
いっぱいお願い事しな。ごめん、エンビ。お願い事いっぱいしていいよ。いいよ。本当はね、報告をする場所だね。本来の意味は、ありがとうとごめんなさいと報告する場所なんだけど。いや、叶うか叶わないかは私の知ったことじゃないんで。僕はしないですね。神に願い事。ああ、どうなんだろう。するかもしれないな。どうなんだろう。叶うか叶わないかは別問題じゃないかな。いいんじゃない？自由で。僕がとやかく言うことじゃないかな。ちゃんと考えてみたけど、願い事を叶えられないぐらいの神様って力ないからね。それをすげえ考えて。困ってる人の願いを助けられないぐらいの力しかない神だったら、それくらい無礼でもいいのかなっていう。
で、神様だったら優しいから願い叶えてくれるんじゃないかな。っていうのがずっと引っかかってた。いないよ。あ、神様が？あ、いないと思ってる人は多分一生関わることはないだろうから、まあいないんじゃないかな、その人にとっては。僕はこの活動を通じて、まあ、神がいるっていうことは確信があるんで、
神に会うことがものすごく興味があることですね。僕は神がほぼ間違いなく自分の中でいるという確信がありますね。で、いないっていう人に対して、いるよと、あなたもいると信じるべきだっていうふうには思いませんね。おそらくいないって言ってる人は一生関わることはないし、神も会うことはないでしょうから大丈夫ですね。誰も損はしないです。いや、キリスト教的なそういうことじゃないですね。今言った通りですね。僕はいるという確信が体験の中であって、まあほぼこの先に間違いなくいるっていう存在を感じるんですよ。で、まあいないって言ってる人は、まあそうでしょうねっていう、僕もそう思ってましたっていう、ただそれだけですね。まあ4層で生きてる人とか1層2層3層4層の中では体感することは不可能なんで、まあそれはそうだっていう、特に現実主義者であったりとか頭のいい人ほど、まあ、神はいないと言うでしょうね。でもそこでその人に神は絶対いるんだ、あなたの中にもいるんだっていうことを言ったところで絶対いないっていう話になるだけですから、僕はカズピーさんの宗教観や人生観やなんだろう、そういったものにね干渉するつもりはありませんから、いない人にはいない、いる人にはいないっていう、それでいいんじゃないかな。と僕は思います。いるかいないかの議論にはあんま関心がないな。関心があるのが俺が神に会えるかどうかだから。そうでしょうねって言いますね。もし神に会えて君をずっと見ていたよって言われたら、でしょうねって。それはみんなは神を人だと思ってるでしょ、人間的なものだと思ってるでしょ、そういうことじゃないっていうね。いやー、とてもいい議論だったよ、続けよう。僕が選んだことだから、シルバーを止めれて手を止めてまで話すに値する価値のある問題定義だと思ったから、素晴らしい。神はいないって。
で、神様がもし僕を見ているっていう、まあ言葉はない世界だから、まあ仮にそういったニュアンスのことを言ったとしても、僕はただ単にでしょうねって言いますね。それは間違いなくそうでしょう。なんでかっていうと、もうそれは第5層の段階で確認が終わってることだから、それの上位概念だから、7層にいる存在でしょう。5層でだってずっと見られているっていうことを確信したわけだから、それは7層だったらそうだろうねっていう、それ以上のことなのね。だからクモモンが言うところの神、そういうものっていうのは5層6層で確認ができることなのよ。俺が言ってる神と定義してるものは7層にいる存在だから。誰でもできるよ。やらないだけだよ。まあじゃあ、本を読んだり瞑想をしていたっていうのはもう幼い頃からずっとやってるの。圧倒的な、要は啓示を受けたみたいな体感っていうのは、要は5層に入ったのは3月なの。だから今までは本のテキスト、要は先人たちだよね、ダイブ、瞑想のことをダイブって呼んでんだけど、その5層6層7層にダイブした人間のテキストを語ってたの。つまりブッダの言葉やキリストの言葉とか哲学者の言葉を語ってた。でも今は実体験を語ってるね。で、まあみんなが思ってる神様とは違うよ。俺らが呼んでる神様ってさ、絵で言うとさ、ちょうどこれが5層の世界かな、5層6層じゃないかな。俺はここまでは体感があるのね。これがまだ4層から5層かな。で、ここまで行ったね。ここまで行ったね。で、みんなが神様だと思ってるものって、こういう感じじゃん。わかる？みんなのイメージってこういう感じだと思うんだけど、俺らが言ってるの、これに近いね。意味がわからないでしょ。これとか、これに近いね。こういうものですね。これは何？これは何？これは何？まあこういうものに近いというか、これは何か、これはこれなんじゃないですかね。これはこれですね。これとしか言いようがないですね。これはアレックス・グレイさんっていう人が書いたカードですね。で、これはこれですね。僕は僕の好きな自分の意思で行動しますので。終わった？ありがとう。僕は僕の意思で何かを決定するので、お気遣いは大丈夫ですよ。
ただいま。抜いていいのこれは。そのまま抜いちゃう。なんか差し込んだ時に必ずここで。それが取り出しかけて。抜いていいの？
すごいね。反射しちゃうからあれだけど、これはすごいカードですね。素晴らしい。特にこの裏に細く書いてある線が素晴らしいね。これはみんなすごくいい感性をしていて、これは人間がどうなっていくのかっていうのを書いてるんですよ。さっき骨から始まって血管や脳みその人体解剖図があったでしょ。あ、声聞こえない？人体解剖の図があったでしょ。それをこの人はこういう風に覚醒するときはこういう風になりますよと書いて、でこれがこうなりますよって、でそれがこうなるんだよっていうことを言ってるわけで、俺はこれわかるんだけど、わかる？普通の骨の人間がこうなると、こうなる。で俺はここまで行ったのね。でこうなると、で最終的にはこうなるって言ってるの、この人は。それを宗教画で言うと、まあ、この宗教ではこういうタッチで描くし、この宗教ではまあみんなが知ってる宗教だよね、こういう風になるし、とある宗教ではこういう風に描かれる、でとある宗教ではこういう風に描かれる、でとある宗教ではこういう風に描かれますよっていうカードですね。この人はお医者さんでもあるんだけど、チベット仏教の実は僧侶でもあるんだよね。医師免許も持ってるかどうかわかんないけど、医者医学を勉強して、で、チベット仏教の伝道者でもありながら、こういう宗教画、画家が本業なんだけど、だからその宗教っていうのは実はイメージ、この絵で伝えてるけど、実はイエス・キリストも仏教もブッダ本人も書くなって言ってるの。書くとイメージが固まるから、偶像崇拝って言うんだけど、釈迦もキリストも偶像崇拝を禁止してたのね。だけど実は同じことを指してるって。味噌のデータ入れてくれた。イメージっていうのは、だからこの人はこういう風に書いたわけよ。俺は意味がわかるの、これの。これものすごい絵なんだよね。この人はこういうことを書いたけど、こういう風に表現したけど、もしくはこういう風に表現したけれども、これは同じ意味ですよって。前回の俺はこれ、
DMT って抽象画ではない。
フリーチベットですよ、僕も。わかります。難しいでしょうね。でも僕はフリーチベットですよ。残念ですね。ブディストですか、チャンチャンブーさんは。ブディストですか。2年ぐらい前にあの方にお会いしましたね。名前が出てこないな。上座仏教の、名前出てこないな。ガンジーじゃない。名前が出てこないな。上座仏教のね、インドネシアか？ネパール？あ、ネパール仏教じゃないな。この人だ。スマナサーラ長老。スマナサーラ長老だ。スマナサーラ長老知らない？
すごかったね。テーラワーダ仏教だ。そうだ。スマノサーラチホール。スリランカ上座仏教だ。テーラワーダ仏教だ。それは現実世界の話ですか、それとも本質的な話ですかね。ずっと迷ってますね。こちらの世界の話ですか、それとも向こう側の世界の話ですか。どっちが現実かもう分かんないですね。僕は迷ってますね。脳が作り出す幻覚物語というのは、僕はこちらの世界のような気がするんですよね。ここだと思いますね。
何が本当で何が嘘か全くわからないですね。なるほど、同意見ですね。そりゃちゃんちゃんブーさんと同意見です。ただねえ、33年間教えられてきたことと全く違うんすよねえ、ブロックしてないけど何急に。ん、メアリーどうしたの。どうしたの。なんか最近おかしいよ、被害妄想強いよ。何ブロックされてるって。どうしたのメアリー。何、随分ありがとうございます。シュール。私のしかコメント出てないみたい。他の人のコメント出てるよ。ちゃんちゃんブーさんとコメント俺今やり取りしてるけど、わからない。もしかしたら俺が幻覚を見て神様と対話してるのかもしれないね。それは見えないよね。みんなにコメントが見えてないってことは、ね、俺は神様と対話をしてるからかもしれないね。いやだから僕が本当に関心あるのは、まあ箱庭で作られたゲームなのに気づいたわけじゃないですか。アバターであり、この世界はマトリックスであることには気づいたわけですけど、誰が作ったんだってことですよね。本当にそうですかね。メアリーがブロック入れちゃったか、メアリーがブロックされたかだね。まあそれはあんまりいいんだよ、自由で。好き嫌いがあるわけだから、好き嫌いがあるわけだから、いいの、気にしなくていい。メアリーも同時に気に入らない人はブロックしていいわけだからね。いいこと。
寂しいですけどね。ありがとうバーガー、ありがとう。いやーでもやっぱり寂しいし、寂しいですよ。寂しくないんですか、ちゃんちゃんブーさんは。僕はちょっと寂しいっすね。わりかしこの世界は結構好きだったんで、あまりいいことばかりとは言い難いですけど、ちょっと寂しいっすね。たまたまですよ。たまたまですね。偶然だね。今日はさっき第3層まで叩き落とした。第3層あたりをずっとうろうろしてたからね。嫌いだわやっぱ。3層の世界があんまり好きじゃない俺は。仏教でいうとこの畜生道って言うんだけど、苦しみの連続だね。
肩がすごく凝ってますね。その次男とかさんね、本当にね、サムネイル変えなさい、本当に。わりかし結構本気で怒ってるからね。あなたがつけていいサムネじゃないよ、それは。ダメだよ。前も忠告したけど、その名前とそのサムネ外しなさい。ありがとう。文字は読んでたから。修行が足りない。いろいろ言われますよ。やり方が間違ってるとか、こんなの嘘だとか。どうするべきだとか。いろんな物差しで測られるんですよ。消化体で検索してみるといいよ、カズピーさん。消化体。僕の番ですか。連絡つかないな。どうしよっかな。
朝原将校にだけならないように気をつけますそれだけかな。オウム真理教にだけならなければいいかな。もう何でも。シンプルなんですよ。彼女はね、パワーが強い。そこに惹かれたんでしょうね。ものすごくパワーが強い。ただ力の使い方がわからないんだろうね、多分ね。本人は辛いよ。その痛みが分かるから一緒にいるんじゃん。何もしてあげられないけど、本人は辛いよ。
まい。どうしたの？誰から嫌われてるの？世界がどう見えるのかは自分の心が作ってるんだよ、メアリー。正しく冷静に見てごらん。何も起こってない。大丈夫だよ。まず、それでいいの？メアリー、それでいいの？すごいね。すごいな。花火ありがとう。
アイテムありがとう、メアリー。明日イベントですね。はい。おやすみ、メアリー。お疲れ。また明日ね。待ってるから。イベントはもう予選敗退したよ。あ、違う、明日のイベントね。うん、ニコニコ生放送で放送されるから見れるからね。ニコニコ生放送の公式で、あ、生放送全部されるみたいなんで見てください。ことだけしか答えらんない。ごめんなさい。ありがとう。
マトリックスっていう、マトリックスっていう映画を見たことある人さ、みんな手を挙げて。マトリックスっていう映画。あ、おやすみ。ありがとう。また会おう。マトリックスっていう映画を見たことある人手を挙げて。一番最初のやつね、マトリックス。主人公の名前ネオだっけ？ネロだっけ？ネオかな？主人公がさ、2つの薬をの、あのモーフィアスだっけに手渡されて、どっちかを飲むと死んで、どっちかを飲むと覚醒するで合ってたストーリーって。誰か見たことある人いないかな。モーフィアスが2つ薬出し差し出して、1つは覚醒目が覚めるで、1つは死ぬで合ってた。誰もわかんないみたいだからこの話は終わり。
そろそろ終わりにしようか。おやすみなさい。